準備をしっかりな。ルイジルドさん、背が高いですけど動きにくかったりしません？この程度なら大丈夫だ。私も早く大きくなりたいわ。行きましょう。ちょっとやばいですね。これでも。この剣すごくいいわ。ねえ、さっきの私見た？宝箱か。必要なら持っていくんだな。やったー。次も任せてよね。させてやるわ。やりました。魔獣をペットにしたいわね。ジャリルなら調教してくれるかもしれないですね。ペットにしてどうするんだ？もちろん魔獣に乗って行きましょう。やりました。魔物もいるのね。可愛いですかね。しまった。この剣すごくいいわ。ねえ、さっきの私見た？ええ、さすがはエリス。やった。次も任せてよね。行きましょう。この調子だ。この剣すごくいいわ。宝箱か。必要なら持っていくんだ。エリス、魔人語のお勉強をしましょう。ルーデウスがいるからいいじゃない。分かってください。ここで生きていくには必要なんです。
口ほどにもないわね。これでも。やったー。同じところを歩いていないか、問題ない。問題ない。その程度か。押せ押せね。やりました。ねえ、さっきの私宝箱ですね。せっかくなのでもらっていきましょう。ええ、さすがはエリス。やった、次も任せてよね。問題ない。当然の結果だ。汝の求めるところに大いなる炎の加護あらん。勇猛なる灯火の熱さを今ここに。問題ない。お前らのことは必ず守り抜く。だったら目的地に着くの？まあまあ、もうちょっと頑張りましょう。最近エリスはどうですか？だいぶ腕は上がってる。そこらの魔物よりエリスの方がはるかに。始めますよ。その程度か。こんなもんですね。ねえ、さっきの私見た。宝箱か。必要なら持っていくんだな。ええ、さすがはエリス。やった、次も任せてよね。皆さん少し休憩しましょう。行きましょう。お
お前らのことは必ず守り抜く。悪くはない。ゲームは1日1時間。何を言っているんだ。あ、いえ、ただの独り言です。同じところを歩いていないか。え、ちょっと迷っちゃったかもしれません。似たようなところが多いからな。行くわよ。最近エリスはどうですか？だいぶ腕は上がってる。そこらの魔物よりエリスの方がはるかに上だ。それは頼む。始めますよ。こんなもんですね。着実に俺も。それでは。さあ、報告に行きましょう。行きましょう。これでも。その程度。ガンガン行くわよ。このゲームすごくいいわ。ねえ、いつになったら目的地に着くの？まあまあ、もうちょっと頑張りましょう。だいぶ疲れが見えてる気が。宝箱、必要なら持っていくんだな。少し休憩した方が良さそうですね。いらっしゃ。またいらっいらっしゃい。今はこのような依頼があるわ。依頼をこなしたようね。さて、どの依頼にしましょうか。この依頼なら簡単じゃない。またいらしてね。ふん、大丈夫ですよ。いらっしゃ。またいらし。
大丈夫ですよ。さあ、報告に行きましょう。ねえ、次はどこに行くの？いらっしゃい。今はこのような依頼をこね。ねえ、どの依頼にするの？この依頼なら簡単じゃないかし。この依頼なら簡単。またいらして。問題ない。そうですね。どう？さあ、報告に行きましょう。あの密輸人か。いいですか。誘拐だったら許せないわね。エリス、まだ誘拐と決まったわけじゃないので。やれやれ。それでは。いらっしゃい。今はこのような依頼が、依頼を。どれにするんだ。この依頼なら簡単。またいらし。ねえ。ふむ。皆さん、作戦会議です。槍を使ってるのってスペルド族だけなんですか？いや、少ないが他にも使っていた種族もいたはずだ。じゃあ槍を使い続け、行くわよ。こんなもんですね。
リスの服、そろそろサイズ合ってないかもしれませんね。よく見てるな。そりゃエリスのことですからね。始めますよ。これでもこんなもんですね。宝箱、必要なら持っていくんだな。TKG が食べたい。後悔させてやるわ。やりました。己の力を見直すことは大切なことだ。エリスはこの奥に人がかなりいるな。そうみたいですね。いや、それだけではなさそうだ。やっぱり誘拐ですか。今すぐぶっ飛ばしてやるわ。待って待って待って、慎重に慎重に行きましょう。どうして止めるのよ。人質を取られたりしたら困るでしょう。困らないわよ。待って、落ち着いてください。なるほどね。まずいのが出てきましたね。守ってやる。まずいのが出てきましたね。
この程度か。魔術の力です。この程度か。冗談じゃありませんよ。みんなは僕が守ります。ピンチじゃありません。叫んじゃないわよ。まだピンチじゃありません。これが魔術の力です。気を抜くな。いけそうですね。押せ押せね。みんなは僕が守ります。いけるぞ。この手調子いいですね。みんなは僕が守ります。気を抜くな。ガンガン行くわよ。この程度か。こんなもんですね。やったやった。くそ、しくじった。いいですか？知らん。どうするんだ？そうですね、素直に衛兵に引き渡しちゃいましょう。いいの？僕たちはこの件について何も言われてませんしね。冒険者としての仕事をするだけです。ではさっさと突き出すか。さあ、報告に行きましょう。皆さん、少し休憩しましょう。
いらっしゃい。今はこのような依頼があるわ。依頼を。どれにするんだ。またいらして。よう、飼い主。すみません。ガルスの兄貴に紹介されてな。密輸人か。おっと、あんまり大っぴらに言うなよ。俺だって生活があるんだ。その、いや、お前らに頼まれたお届け物の件で困ったことがあってな。兄貴に聞いたら、お前らに解決してもらえばいいじゃないかっとな。うん、ちょっと不作法者を倒してほしいだけさ。不作法者？海賊だよ。そいつらが新しく作ったアジトの場所が悪くてな、こっちの商売の邪魔になってるんだ。殺してもいいし、捕まえて官憲に引き渡してくれてもいい。ああ、それで頼むぜ。わかりました。任せたぜ。密輸人が海賊の排除。いらし。またいらし。また腕が上がったな、エリス。本当？俺は嘘は言わん。エリス、楽しそうですね。行きましょう。ちょっとやばいですね。お前らのことは必ず守り抜く。ねえ、さっきの私見た？ええ、さすがはエリス。やった！次も任せてよね。その程度か。こんなもんですね。着実に俺。今回の依頼はうまくいきそうなのか。大丈夫よ、ルーデウスはすごいんだから。あ、はい。気楽に言ってくれるな。問題ない。師匠に教わった。
と。ルーデウス？大丈夫ですよ。そうね。さあ、報告に行きましょう。気を引き締めるんだ。いらっしゃい。今はこのような依頼があるわ。依頼をこ…どれにするんだ。この依頼ならかん…この依頼ならか…この依頼ならか…この依頼なら簡単…この依頼なら簡単…またいらしてね。今回の依頼は…問題ない。いや、その…どういうこと？そういうわけだ。ああ。報告に行きましょう。ねえねえ。ああ、それでは。どうですか？どういうこと？ほう。いらっしゃい。今はこのような依頼があるわ。依頼をこな…さて、どの依頼…またいらして…いらっしゃい。